今、スプラ3のフェスの最中なんですけど、フェス中にスプラ2つける人なんてなかなかいないと思うんですよね。まさか、まさか、フェスがやってる裏側で別の縄張りバトルをするっていう、アテンダクルズ久しぶりに見たら、飯田ちゃんと姫ちゃん、え、アップデート来てるよ。え？ちょっとアップデート来てる。なんか知らない間にスプラトゥーン2、アップデート来てます。すげえ、俺のスプラ2。なんか、お金が99999で、ランクも99でマックスしてる。普通なんか、クリアしてる全クリを。うわ、だからここ久しぶりハイカスクエアですよ。みんな、フェスの最中なのに、何やってるんですかね。フェスの投票とかしてんのかな？してないね。あえてさ、スプラ2でさ、フェスの投票しようかな。フェス頑張ろう。はい。ネッシー。ネッシーで、これを投票します。なぜかスプラトゥーン2で、ネッシーを投票するという。これ、びっくりするんじゃないかな。あれみたいな。ちょっと違うな、みたいな。なんで俺、ひびおさんみたいな格好してるの、これ。マッチした。早くね、マッチ。いや、待って、でも、待ってた人が、今来た可能性もある。で、こっから、二人が集まらない可能性もある。だって、フェス中だもんね。しかも、フェス真っただ中、フェス始まってまだ3時間ぐらいしか経ってないんですよ。3時間も経ってないね。3時間も経ってないのに、いるんだもんなってやってる人、すでに。で、海外の人もいるね。しかも、春休み中だからね、人多いはずだと思ったのに、やってないぞ、みんな、これな。大丈夫か、マッチするのか。あ、来た。3から5分ぐらいかな、待ったの。うわー、バッテラストリート懐かしい。ちなみにスプラ3では、洗濯機使ってるので、一応洗濯機できました。2からね、使ってるからね。洗濯機自信あるんですけども。塗っていくか。いや、塗ってくれそうだな。え、なんか変な感じする。え、なんかマジで変な感じする。イカロールがないんだよね、これ。あ、イカロールないね。ミスらないようにしないと。イカロールないですよ、皆さん。え、てか、出ない。3の感覚で打っても出ない。弾が。あれ？こんな違かったっけ？あー、イカロールできないんだ。ちょっと待って、イカロールできないのきつい。ちょっと待って。あ、ちょ、イカロール、イカロールないのきついな。うおー、なんか、久しぶりに見る武器。あ、待って、ナイス弾だと思った。マジか。マジか。いや、マジか、これ。なんか、久しぶりにやるとこんなに違うんだね。これ、いたけどな、今。危ね。とりあえず、ボム投げてれば問題ないので。え、なんか、キルログでかちょ、待って、マジで変な感じする。ロールができないのきつい。俺はスプラ3に気づいたら慣れていたのか。え、やばい、マジでやばい。しかも、スーパー着地なんだもんね。え、2、マジでやばいんだけど。苦手、あ、やばい、もう、ナイス様だと思った。ちょっと、本当に。炭酸でしか敵倒せないよ。なんだそれ、インクアーマーか。インクアーマー削ってる。やっつけれそう、これ。やった、OK。ちょっとラグがあるけど。海外の方ですかね。イカロール懐かしい。ちょっと待って。キャラ声高くなってる。あー。これ、あっちにボム入れとこう。OK。スペシャルはないものと考えるスーパー着地なので。久しぶりだ、スーパー着地なんで。ここいるね。削ってる。ナイス！アシストは入ったね。OK！ あぶね。削ったけどインクアーマーか。OK！ 強い。やっぱ相変わらず。この武器は強いですね。なんか狙われてますね。そこいる。OK！ 倒した！
とりあえず倒せよ。ラグがすごいな、今からキルログって。3ってこんなんじゃないよね。もっとラグないよね。敵陣地にボム投げときたい。これが一番強いので、ここにボム投げときたい。はい。めっちゃ狙われてるけど。あー、危ない危ない危ない。ボムきつい。ボムきつい。あれ敵消えた。消えた。ガロールないけどいいや。とりあえずナイス着地して、スーパー着地か。ナイス着地ってな、ナイス様と混ざってるな。だから敵陣地一応濡れたんだよね、これね。ただ自分の方抜けてたらやばいかなっていう。ああ、いけそうじゃない？ちょっと濡られてるな。うわ、よかった。すげえ変な感じします、なんか。戦ってて。スプラ3今、2やってる、今やってる人たちどんな気持ちなんだろうな。一人回線落ちたし。